特田修正作。感傷的のこと。どうした心のそれ方をしていたために、私はそんなに長く彼女を振り返ってみる気になれなかったのか。それには別に何の原因もなかった。多少義務という観念の伴うのが嫌だったのかもしれないが、 極度の寛容と慈愛を持った彼女は、今まで一度も義務らしいものを私に要求したことはなかった。合死しないだけの程度の生活費を、時々私から受け取っているほか、何の要求をも持たなかった。時とすると、そんなわずかな物質上の義務をさえ、私が怠っていても、 彼女は決してそれを責めようとはしないのであった。私が彼女をそんなに長く見舞わなかったのも、実は私の武将からだという単純なことに気するのであった。それにはまた、俗に言う性が合わないところがどこかにあったのではないかと思われた。それよりも、 昔相当な家に生まれた彼女の気分が、幼い折にはそこに何らの批判を挟む余地のないほど、私にとって自然なものであったにしても、母から離れ、距離から遠ざかって、世の中へ乗り出して人にぶつかったり、現実の生活に触れたりしてから、まるで温室の中にでも、 育てていられたような彼女の子に対する甘さが嫌になってきたからかもしれないのであった。私は彼女から生活という観念をかつて与えられたことはなかった。金の感情を私は大きくなるまで知らなかった。私たちは私の中学時代から かなり貧しい生活を耐え忍んできた。そして私の若い心はそれから強い刺激を受けたが、どんな場合にも彼女はそれを自分の子供に感じさせるようなことはしなかった。もちろん彼女自身も貧乏をそう恥ずべきこととも苦しいこととも思っていなかった。そして 比較的身分の良い、自分の家に生まれた経済観念のまるで乏しい女が、貧しいながらに悪く言えばルーズな、よく言えば応用なのんきさで、貧乏をむしろ正直で上品な人間の一つの誇りであるとさえ信じていた通りに、彼女も年々行き詰まってくる生活に対して、別に新たな方法を 考えようともしなかった。その罪を彼女一人に負わせるのは残酷なことには違いないにしても子供、特に彼女のためには自分の腹から出た一人の男子であった私をまるで生涯自分の懐にでも閉じ込めておくもののように昔ながらの応用さと甘さの中に追い立たせた 無制限な愛を、その後私は少しずつ感じてきた。そして私を育てた方法よりも彼女自身の生活のノンセンスに反感を抱かずにはいられなかった。かわいそうな母よ。私はいつも彼女のことを思い出して、自身のわがままと武将を 憎まずにはいられなかったが、近づいてもやっぱり仕方がないという気がしていた。彼女は私のどんなわがままをも許した。どんな武将をも責めようとはしなかった。そして、その無制限の寛容になれた私は、来る年も来る年も、時々ひやひやするような気持ちに襲われながらも、 いつ彼女を見に行くという折もなくて過ぎた。彼女の生活や気持ちに触れることを不安に思っていたというよりは、孤独と困窮のうちに年老いた彼女をすっぽかしておいた自分の仏性と心なさを見つめることをできるだけ避けようとしていたのであった。で、いざ踏み出したとなると、 彼女と全く離れていた十年の歳月のあまりにも長かったのに驚かされるのであった。彼女の生涯にとってどんなに大切であったか知れないその十年がちょっとした私の気のそれ方で私のためにまるで夢のように過ぎてしまったのであった。朝早く 私は上野から出発したのであったが、さて、いよいよ汽車に乗ってしまったとなると、彼女を見るまでのわずか16時間ばかりの時間が、今までの11年間のそれよりも退屈で待ち遠しいもののように思われた。もちろん、幾年ぶりかで旅に出た私にとっては、そんなジメジメした気持ちさえ切り離せば、 時効といい、汽車の乗り心地といい、沿道の自然といい、すべて快適でないものはなかった。寂しい安癖な海が、いつか灰色の母食に包まれてきた。白い鳥が物薄い翼を広げて、 悲しい夢のように沖を飛んでいた線路沿いの古い町や海に近い貧しい漁村などからほかがちらちらしていた山が海に迫ったところではその暗い海の色やほかが汽車の窓からは幾十軒とも知れぬ地底にほのかに眺められたそしてそれらの 険しい海岸線をノロノロ抜けると、やがていくらか広々とした平野へ出てきた。汽車は急速力で闇の中を走った。懐かしい駅の名を呼ぶ駅譜の声が、私の疲れた耳に不思議な響きを与えた。そんな駅の名をさえ、私はすっかり 忘れ果てていいたたた。ことに気がついたのであった私は久しぶりで帰ってきたその町に3週間近くもいたその間私は毎日2度か3度くらい訪ねてくる彼女と時々差し向かいに座ることがあってもやっぱりこれというしみじみした話は2人の間に何一つ交わされないのであった。 彼女はまだ見ぬ子供のことをよく聞いたが、それだと言って彼らを見に東京へ行こうとも言い出さなかったし、今度その一人をも連れてこなかったのを不足に思うらしい風もなかった。私は家を出るとき、妻に繰り返し言われた。おかゆさんも一緒でいいから、 お母さんを連れてきてくださいよ。そして私も、ことによったら、彼女がもしそれを希望したら、そうしてもいいと思っていたが、彼女が極度に自信に怯えることや、慌ただしい旅程にでも始終いるような東京生活、それにはきっと彼女をわわすことになるに決まっている。子供の多い家庭の 想像しくわざらわしいことなどを考慮に入れないわけにはいかなかったし、お互いの気分の工作が、どんなにかこの上にも、私のいらいらしい頭を刺激することだろうという気もしていた。でなければ、どこか温泉へでもお連れして、少しは気楽に遊ばしてあげたらそして妻は、 彼女の身につけるような着物や帯を氷の中へ入れてくれたのであったが、そんなものを私が彼女の前に広げて見せても、それを受け取ろうとはしなかった。手ぶらでいい。たまにでも来てもらえば、それが何よりや。私は古い古いものでたくさん。そんな心配すると、 また五年も十年も来られんことになるさかい。彼女は新しいものを何一つ自分に取ろうとはしなかった。そして帯などをそっと姉なぞにくれたことに私は後で気がついた。私は午前は大抵机に座っていた。 そして仕事が済むと、外へ飛び出していった。来てからもうだいぶ日数が経っていたが、立ち入って聞こう聞こうと思いながら、母の経済状態などについて、まだしみじみした話をする機会が一度もなかった。二三町の郷里にある姉の家へ、彼女は思い出したように時々やってきた。私の好きそうな 新しい魚や野菜などを持ってきたりまたは土地特有のちまきをもらったといっては仕事にかかっている私の机のそばへそっと置いて邪魔にならないようにそのまま引き返していったり私の手のすくのを姉たちと一緒に待っていたりするのであったが私が茶の間へ出て行っても彼女の体は長くそこにとどまってはいなかった。 なんというも足まめなんやろう。もっとゆっくりしていったらどうやろう。おばばはお百度でも踏むように、行ったり来たりしてさっぱり落ち着いていないのや。姉はそう言って笑っていた。歳をとると本当におかしなもんや。一体いくつだろう。私は今まで一度も知ろうとしたことのない、 彼女の歳を聞いたが、やっぱり不安であった。もう七十四や。姉はパセティックな表情をして、小声で答えた。私はそんなことも一向知らずにいたのであった。彼女を自分の後に残してはやりきれない。私はそう思い続けながらも、 長い長い前途がまだ彼女に横たわっているような気休めを自分で敷いて感じていた。とうとうある日、私はどこかの帰りに彼女の生活を見に行った。もちろん私は帰省早々彼女が世話になっているおせっちゃん新夫婦を見舞わないわけにはいかなかった。 そしてその時ちょっと彼女の部屋をも見たのであったがあまりきれいにもなっていないその住まいを彼女は気の毒にもまるで他人のようにひどくよそ,よそしくなっている子供の私にさえ見られるのをあまり喜ばないらしかった今の彼女から見れば私はもはや彼女の愛する子供ではなかった むしろ私の妻の所有であった子供たちの父親であったそしてどこか気の受ける一つのはばからるべき人格であったおせっちゃんは私が初めて行った時弟子の一人にことを教えていた私はその部屋を通って十条の座敷で彼女の夫に会った 東海道筋のある町がその生まれ故郷である彼は、東京や大阪のこともよく知っていた。深い床の間には鶴瓶のようなものに、次節の花がおせっちゃんの手によって見事に生けられてあった。そしてその座敷からは、山というよりは丘が青々とのびのびした姿で一目に見られた。 私は少年時代にどんなにその山と親しんだか知れなかった。脈から脈を伝って奥深くその山の中へ私はしばしば入っていった。高いところからは青い海や鏡のような湖水が広々した平野の果てに見られた。その丘の崖庭の木立ちに 昼間も泣いている山ほととぎすの声が、そうして座っている私たちの耳へ、不思議な幽弱を伝えてきた。私たちは茶をすすりながら土地の話をしていた。何しろ、人気のいいところです。彼は語った。それに食料品が豊富ですね。 これで雨量がもっと少なかったら理想の街ですけれど、まことに、のんきでゆったりして。毎日毎日、北国の空とは思われないような輝かしい日が続いた。暖かい空気が 重くだるかった。庭の追肢際にある柿の若葉が日に日にその濃さを増して、青ガエルが鳴いているかと思うと、白金のような臭ウが蒸せるような土の皮をあおって降り注いだ。私が毎日座っている軒場の青梅が葉がくれにかなり太っていた。私は、 あまり長い日数をこの夢のように物憂い静かな町にうかうか過ごしたような気がしたそしていくらいても同じだという感じがした彼女との交渉も別にどうもならないのだと思われたどうにかしても仕方がないという気がしたである時 私はさらに彼女を見舞った。彼女はおかよと2人でいたがやっぱりこれという立ち入った話はどちらの口からも出なかった「今度はもっと近いうちにまたやってくるけれどいつまでいてもしようがないから一両日うち帰ろうと思って私は言った」 彼女は別に何とも答えなかった。耳が疎くなっているので、私の言葉がわかりかねるのであった。おじさん、もう東京へお帰りやと。おかよが笑いながら言った。東京へ。彼女はびっくりとしたようなふうであった。どんなにかそれが、 彼女の寂しい心を失望させたか。早や、子たちが待ってるかいね彼女はつぶやくように言った。いや、今が今というわけじゃない。私は言った。そして、どんな風かしら、暮らしの方は。義理の悪い借金でもあるようだったら、 なんとかしなければならんから。いやそんなことは少しもないさかい。兄さんの方から来るし、かよの母からも月々来るしね。あんたのところは気まかせにいつでもいいさかい。ご都合のいい時に。そんなふうに彼女は何もかも。 見にくいことを包もうとしていた。もちろん彼女は何事にも昔からくよくよしない方であった。上の姉や兄の妻や生活に心を煩わされがちな人たちの気持ちが彼女には不審に思われた。それに愛するおか屋の教育を完成するためには彼女はまだ 長い将来を生きなければならなかった。弱くなりがちな老いた心を彼女は引き立て引き立てしていた。かわいそうな母よ、と私は思った。彼女は岡代の作った造花などを出して私に見せた。それから箱に残っているこの国特有の柿餅。ち。 その頃生まれた私の子供にくれるメリンスのキレ。それから私の好きなくるみも、菓子もぽつぽつ用意されてあった。秋になったら、また小鳥をあげようと思うが、どうや子供は好きかいね。彼女は聞いた。そんな心配しないほうがいい。私はぶっきらぼうにた。 古くからあった小袖靴はどうなったね私はその室の中にいくらか何かあったような気がしていたことを思い出してどうなったかと思って聞いてみた。あれは姉さんの二階の物置にある。もう何にもないぞね。私は別にそれに目をかけたわけでもなかった。 私は長くも彼女のそばにいなかった。それから三四日たったある晩、私は姉の家のいつもの座敷で出発前の最後の一夜を彼女と枕を並べて寝た。私は彼女が悪い目と言って、別に病があるようには思えなかったが、ひどく視力の衰えていることを知っていたので、 その時、メガネを用いることを勧告した。しかし彼女は、そんなわずらわしいことをする必要がどこにあると言って聞かないのであった。でも、自分で危ないと思わないのかね私とすれ違っても、気のつかないような目だもの。溝でもはまったら大変だから。それは、私が背が低いからや。 なんだかよちよちしたもんだ。メガネだけは用意したほうがいい。出ないと自転車にはね飛ばされてしまいますよ。まだそんなことはないぞね。彼女は主張した。針こそ持てないけれど、道を歩くのに不自由するようなことはちょっともないのや。姉はそばで笑っていた。 明朝は早く立った。母はうろうろしているように見えた。そして私がカバンの鍵をかけていた時、そばへ来て見ていた彼女の潤んだ目から夕立の雫のような涙の大粒がて滴ばかり落ちるのを私は見せられた。がその涙はいくしずくも出なかった。 そして、今度来るときは、そんな大げさなことをせんと、体一つで来るこっちゃ。と言いながら、私の心を痛ましめまいとするように、元気よく振る舞っていた。車が三台続いて、姉の家から出た。母は五軒も十軒もの間を、 小さい体で今にも転げそうな風で私の車についてきた。危ない危ない私はハラハラして声をかけた。そして来ることのあまり遅くて別れることのあまり早いのを深く心に食いながら永久の赤爆の中に 彼女を見捨てた。それが生きた彼女を見た、私の最後であった。